名称ない小顔選手権そう、僕ね、最近ありがたいことになんか、はい、小顔だねっていう言葉いただくんですけど、はい、そんなことないぞと、なんならここの方がちっちゃいと思ってる俺は。うん、わかるそれは。そう、じゃん。だから、もう俺今日顔小さくないよっていうことを証明したいの。なるほど。小顔なんです僕じゃなくて、小顔じゃないよっていう動画です。なるほどね。謙遜動画。謙遜動画、そうそうそう。というわけで今回は名称内で一番顔が大きい人を炙り出していこうと思います。やっていきましょう。はい。じゃあ一番手、レイ君です。めっちゃ言うやん。じゃあ、いきます。なんか正規の方法を調べたらこうしてこっから 22.5 かな、うん、22.5 うわで横はシンプルに一番広いところここから13です。日本人の顔の大きさ平均サイズ。お、そういうの聞きたい。男性高さ 23.2cm。おお、下回った。下回ったの。幅 16.1cm。 お、え、でも今13とかじゃん。うん、え、クソちっちゃいよ。ガチ。おー、39.3 合計が平均の。39.3 で、レイの合計が、レイの合計36。おお、マイナス 3.3cm。 いいな、いいじゃん。あざす。じゃあもっちいくか。え、やばくね。 21.5。 わ、どう。え、やばい。どうなの。めっちゃちっちゃくね。ちっちゃいよ。でも横はちょっとここが出てるから 13.5 とか 13.7 ぐらいかな。え、ちっちゃくね。めっちゃ出ました。はい、もちくん 35.2。 おお、めっちゃちっちゃくね。小さい小さい、めっちゃ小さい。マイナス 4.1cm。 うわ、ちっちゃ。だいぶちっちゃい。 4.1cm は、そっか、だいぶか。いや俺ここでかいのよ。そう、ここでかい言われてるね。よく別になんか小顔だと思ってなかったからショック受けないと思ってたけど、いざちゃんと数値化されるとなんかやだわ。 22.5。 え、プラス1センチとか。うん、みんなより。そうだね。いや、ごめん、カメラ無視すんな。カメラ無視すんな。やばすぎる。14ですね。14、うん、やっぱちょっとでかいな。それでも平均以下だけどね。アキ、はい、36.5。 おお、ってことはマイナス 2.8。 おお、でも十分じゃん。まあまあ確かに確かに十分だわ。分かりやすい。 21.2。 ちっちゃちっちゃ。 21.2。 13.5。 おお、プラス 13.5 で意外にあんま変わんねえな、みんな。ね、結果 34.7。 おお、マイナス 4.5cm。 おー、よくね。ほらね、秀でて小顔じゃないのよ。まあでも秀でてでかくもない。まあちっちゃい方ではあるけど、周りの人間が俺より3人ちっちゃかったら別にちっちゃくないじゃん。ってことは俺1週間小顔マッサージ。